こんばんは、ゆうかです。まず最初に前回の動画について皆さんに謝らなければならないことがあります。前回の動画のバルバトスルプスレイクについてなんですけれども、動画内でランダムベース限定と言ってしまったんですが、正しくはイベント限定のキットでした。動画のコメントで教えてくださった方がいて、急いでサムネとタイトルを修正しました。今後同じようなことがないように気をつけます。申し訳ございませんでした。いつも皆さんコメントありがとうございます。今回なんとチャンネル登録者数が5万人を超えたということで、皆さんからいただいた質問に答えてみようと思います。それでは早速質問いってみましょう。一番多かった質問なんですけれども、ガンプラにハマったきっかけ、作るようになったきっかけは何ですかということなんですが、難しいですねガンプラを作らないでいた理由みたいな方が言いやすいんですけれども、ガンプラってやっぱり男の子の世界みたいなところがあって、今まで触れるきっかけがなかったんですよね。というのも、うちは女兄弟なのでガンプラを通過しないで子供時代を過ごしてきてたので、大人になってからガンプラっていう存在を知ったんです。もともと物を作るのが好きで、いいなーってずっと思ってて、作ってみなよって言われてたんですけれども、作れるのかな、難しそうだなって思ってなかなか手を出せなかったんですが、この年になって自分の時間が持てるようになったので、これを機会に作ってみようかなっていうのがきっかけです。なので私は本当にガンプラの初心者ですし、ただの素組みも多いですけれども、それでも見てくださる皆さんにとっても感謝しています。ぜひ今後も私の成長を見守ってください。よろしくお願いします。長くなっちゃいましたが、次の質問に行ってみましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。ニッパーってどこの使ってるんですか？動画で行けたら申し訳ない。あとランナー盾あると全然違います、という質問をいただきました。道具に関しては動画内でも売ってる時があるんですけれども、何使ってたっけって忘れちゃうと思うので、今回改めて回答させてください。ニッパーはゴッドハンドのケロロニッパーを使っています。綺麗に切れるので、これからガンプラ作りたいなって方にはおすすめします。ランナー盾はあると全然違うと私は思います。こうやってランナーを乗せて、こうどこだっけってガサガサやるとかよりはパッと取れるのでおすすめかなと思います。はい、次の質問です。5万人おめでとうございます。ありがとうございます。質問です。自分は週末のゆかさんの動画でガンプラ作ろうと思いましたけど、ガンプラを作ったことが全然ないので、道具など何を用意したらいいのか教えていただけますでしょうか。あとこだわりの道具ってありますか、ということです。私も作り始めたばっかりなので何が必要ってちょっと難しいですね。私が今んとこ一番使ってるのは、さっき言ったケロロニッパーと辻彫り堂の鉄ヤスリのビビおにぎりというものをよく使っています。あとは適当なピンセットですね。この3つだけでも十分綺麗に作れると思うんですけれども、オープナーであったりとかクラフトナイフであったりとか、いろんな道具があるので、自分には何が必要かなって考えながら道具を買い足していくのがいいのかなと私は思ってます。それでは次の質問です。こんにちは、5万人達成おめでとうございます。ありがとうございます。質問ですが、エアブラシ等で塗装の予定はありますか、ということですが、エアブラシもいずれやってみたいなと思っています。ただうちすごく狭くって、まあ後ろにベッドがあるぐらいなんで、ここのスペースで塗装をして部屋に匂いとかつかないかなとか、大丈夫かなっていう心配があって今んとこまだやってません。でも今後はやっていきたいなと思ってます。それでは
次の質問です。5万人おめでとうございます。ありがとうございます。ガンダムで好きな機体は何ですかということですが、前の動画でもちらっと回答したかもしれないんですけれども、私の今のところ好きな機体は EG8 になります。ちょっと渋いのが好きなのかなとか、量産型とかが好きなのかなって最近気づいたんですけれども、あんま需要はなさそうだなっていうことにも気づいて、どうしようって感じです。はい、次の質問です。最近フォローしましたが5万人おめでとうございます。ありがとうございます。ガンダムはアニメとかも見たりしたんですかね。好きなガンダム作品とか、ガンダム以外にも何かアニメで好きな作品があったら聞いてみたです。聞いてみたいですかな。ガンダムはまだアニメを全部見ていなくって、見たのはファーストが劇場版の1個目のやつで、オリジンを全部見ました。あと08小隊も全部見て、ユニコーンも冒頭の 1,2 話ぐらいは見たかな。あとオルフェンズも1話見て、シードとシードディスティニーは全話見てて、ダブルオーを途中まで見て、多分このぐらいしかまだ見てないです。これからいろんな機体も作っていきたいし、アニメもストーリー面白いってことなので見ていきたいなと思っています。ガンダム以外のアニメについては後ほどまた回答します。次の質問です。リップ大変だと思いますけどおめでとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。いつも楽しく動画を拝見しています。ファーストガンダムはよく知らないとのことですが、そもそものしつけだっただけあるので、お米でチラ見するのも良いかと。そうですね、見なきゃだって思ってます。質問します。連邦系とジオン系どちらが楽に組めますかということですが、どっちもどっちで難しいです。個人的には連邦系の方が楽かなって思います。なんかパーツがカクカクしてるんですよね。伝わりますかね。はい、次の質問です。おめでとうございます。ありがとうございます。マスターグレードを作る予定はありますかという質問ですが、こちらも前の質問でも答えたんですけど、そこからまだ作れてないっていうのが申し訳ないです。マスターグレードも作る予定はあります。ただちょっと大きさが大きいんですよね。うちは本当に狭いので、大きいところに早急に引っ越したいです。切実に。はい、次の質問です。ゆうかさん、5万人おめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね、本当に皆さんのおかげです。ベタな質問ですが、ガンダムの中で好きなキャラクターいますか。私はたくさんいますが、シードのムーラフルガさんが好きです。頼れる兄貴、不可能を可能にしびれます、ということですが、私もムーさんは本当にかっこいいなと思いました。シードはそういったなんかちょっとした恋愛みたいなのも垣間見えて、女性が見やすかったんじゃないかなっていうのがありますよね。で、私の好きなキャラクターなんですけれども、笑っちゃいけないですよね。私の好きなキャラクターはイザークになります。というのも、私は二次元の男の人は結構ボブが好きなんですよ。次の質問です。こんにちは、いつも楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。私は仕事が忙しくて山積み状態です。質問です。作ったガンプラはどのように保管されてますか。私は積んだままビニール袋に入れて段ボール保管です。ガンプラの箱は解体して残してます。もう場所がなくなりつつあります、ということですが、ガンプラの保管考えたこともなかったです。今のところ唯一ある棚に飾ってます。こんな感じです。もう置けないなってお気づきかと思いますが、本当どこにどうやって保管しようって感じですよね。で、組み終わった機体の箱もランナーも入れたまんまクローゼットの中に入れてるんですけれども、クローゼットも
もう入りきらないのでどうしようかなって思ってます。なるほど、解体して入れればいいんですね。参考になります。それでは次の質問です。おはようございます。チャンネル登録5万人達成おめでとうございます。ありがとうございます。好きな洋服のメーカーを教えてください。これからも動画楽しみにしてます、ということで。好きな洋服のメーカー、難しいですね私が動画内でよく着てるのは GU とかユニクロのトップスが多いです。普段着も GU、ユニクロかなり活用してます。服は結構値段がピンキリじゃないですか。これは長く着れそうだなっていうものはちょっと値段が張ってもいいかなっていうものを買って、トップスなんてね、汚れることも多いんで、そういうのはユニクロとか自由でいいかなって思ってます。ふう、足がしびれちゃいました次の質問です。こんにちは、ゆうかさん。質問です。ベッドの上にいるぬいぐるみは何ですか？いつも気になってるんですが、ということですが、この子のことですよね。この子はダイオウグソクムシちゃんです。知ってますか、ダイオウグソクムシ。私が唯一持っている人形です。大きさが見ての通りすごくちょうどよくって、私の抱き枕になってるせいで目がボロボロだし、針金ここ入ってたんですけど、針金もなくなっちゃって、でも前足は取れかかってるっていうか取れてて、もうボロボロなんですけど、定期的に洗って大事にしてます動画の端に映ってるのはグソクムシちゃんでした。はい、次の質問です。おはようございます。チャンネル登録者5万人おめでとう。ありがとうございます。これからも動画楽しみにしてます。今後ガンプラ以外に何か企画する予定ありますか、ということですが、最近気になってるのが ASMR がちょっと気になっています。っていうのも、コメントで皆さん私の声を褒めてくれてすごく嬉しいなって思うんですね。今までずっと私自分の声が嫌だなって思うタイプだったので、囁けるかは置いといて、ちょっと声にフォーカスした動画を撮ってみてもいいのかなと思ってます。はい、次の質問です。ゆうかさんはガンプラ以外に週末は何していますか？自分は最近プレステ4のデッドバイデイライトを始めました。ゆうかさんもゲームとかしたりしますか、ということですが、私もゲームはします。前にモンハンワールドを結構やってました。ただ最近はゲームができていなくって、スマホでも前はアイドルマスターとかをめちゃめちゃ頑張ってやって、ガチャも課金してとかやってたんですけど、ちょっと最近はゲーム系遠のいてるかなっていう感じではあります。ゲームといえばバトルオペレーションがすごく気になってます。プレイ動画も見てすごくかっこいいですよね。自分で機体を操縦できるっていうのも楽しそうですし、なんか土ぼこりみたいな感じが私は好きなので、世界観的にも私向きなのかな、楽しめるんじゃないかなって思って気になってます。時間作ってやれたらいいな。週末は他に何してるかってことですけど、いろいろ語ってみましたが、やはり内緒ということでお許しください。それでは次の質問です。ミニ四駆もどうかやってみてくださいませんか、ということですが、ミニ四駆いいなって私も思います。でも今のところはちょっとやる予定がないです。多分私がやりたいなって思う頃にはミニ四駆女子みたいなのが流行って、こうして私みたいに撮られる方も多くなるんじゃないかなって予想してるので、ミニ四駆女子が流行ると私は予想をします。なんか回答になってませんねはい、次の質問です。おめでとうございます。ありがとうございます。
ガンダム関連は質問が多そうなので、あえてロボットアニメ以外で好きな漫画もしくはアニメはありますかっていうことですが、私の好きなアニメは一番は窓マギになります。窓マギほんと好きで、語るとすごく長くなっちゃうんですけど、何回見たことかっていう感じで、劇場版も一人で見に行ったりしたし、グッズも結構当時はいろいろ持ってました。他に好きなアニメってなると、空の教会とかエヴァとかクラナドあたりは何回も見てる作品かなってパッと思い浮かんだ限りですけど、好きです。最近はなかなかアニメを見る時間も作れなくて、とりあえずガンダムのアニメ見ます。次の質問です。おめでとうございます。ありがとうございます。ガンダム以外のプラモにも興味ありますか？可愛いゆかさんが可愛い女神デバイスとフレームアームガールズを作る画面を期待しますということですが、とんでもない、ありがとうございます。女神デバイスとかフレームアームズガールすいません、カタカナ本当に苦手で、この2つとっても可愛いですよね。可愛いのも私好きなので作りたいなと思ってます。はい、次の質問です。最近登録しました。おめでとうございます。ありがとうございます。顔よし、声よし、喋り方よし、スタイルよしで無敵じゃないか。とんでもございません。質問。以前からプラモは作ってたのですか？プラモ自体初心者ですか？作ってたならどんなものを作ってたのですか？あと3サイズはということですが、プラモ自体が完全に初めてです。なかなかね、プラモデルっていうのを女性だと触れる機会がないんじゃないかなって思うんですよね。お父さんが好きだったとか、お兄ちゃんとか弟が好きだったっていうね、人ならわかるんですけど、うちの父はプラモデル好きっていう人じゃなかったので、私は通過してこなかったんですよね。で、3サイズは内緒ですっていうか知らないです。すいません、本当に測ったことないです。下着を買う時くらいかな。はい、次の質問です。はじめまして、チャンネル登録とフォローさせていただきました。ありがとうございます。ゆうかさんの奇跡のバランス感のファンです。お、ありがとうございます。質問です。お仕事をされているということですが、何系のお仕事をされていらっしゃるのでしょうか？ざっくりとで構いませんので教えてくださいましということですが、ざっくりとデスクワークしてます。すごいざっくりしちゃってるんですけど、あまり言うとね。はい、次の質問です。話ずれますが、筋トレとかやってますかということですが、筋トレはやってないです。ただランニングが趣味で、ランニングはしています。というか、これから今日も走りに行きます。はい、次の質問です。ところで、ゆうかさんの動画にはかなりの海外勢がコメントしていらっしゃいますが、その返信ってどのようにされてるのでしょうか？翻訳システムですか？それともまさかっていうことなんですけれども、もちろん翻訳を使っています。っていうのも、私英語はかろうじて意味はわかるんですけど、まあ喋れないですし、なんだったら高2の時だったかな、先生にテストの後呼び出されて、次のテストの時に平均点以上取らないと留年だよって言われるくらい本当に成績が悪かったです。皆さんの、海外の方のコメントで勉強させていただいております。全部に本当はコメント返したいんですけれども、なかなかコメ編が全部にはできなくって、一応いただいたコメントの日付順に、早い順にコメントを返信させていただいてますので、途中でコメントができなくなってしまうことも、時間がなくなったりとかあるんですけれども、ちゃんと見ています。全部のコメント嬉しいです。ありがとうございます。と
ということで、今回はツイッターにて質問を募集し、それに回答いたしました。直近の動画からも2つほど質問をピックアップさせていただきました。5万人ということで本当に自分でもびっくりしております。今後とも皆様どうぞよろしくお願いいたします。次にこういった質問回答動画を作れるときは10万人登録達成記念とかになるのかなと思うので、ぜひその時も皆さんに応援してもらえてるように頑張ります。最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。